使徒ヨハネの手紙。愛する皆さん、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。神の御言葉。賛美しよう。イスラエルはその救い主を喜び、シオンの子らはその王を喜べ。シオンよ喜べ、エルサレムよ歌え。見よ、私たちの王主が来られる。舞を捧げて神の名を褒め、進みとことに合わせて神をたたえよ。神はその民を心に留め、ますしとを勝利に飾られる。シオンよ喜べ、エルサレムよ歌え。見よ、私たちの王主が来られる。アレルヤ、アレルヤ。暗闇に住む民は偉大な光を仰ぎ、死の影に覆われた人々に光が現れた。ハレルヤ、ハレルヤ。ヨハネによる福音。その時、イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し、バプテスマを授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンでバプテスマを授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来てバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。
ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来て言った。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが証しされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。主の御言葉。